はい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 。めちゃくちゃでかい完封勝利でしたね。本当に。昨日あれだけピッチャーをつぎ込んで、で、今日はね、中継ぎ投げさせたくないなーっていう思いあったと思うんですけども、そこをしっかり戸郷投手が、まあ、9回までね、しっかり行ってくれて0点に、抑えてくれましたし、今日大瀬良投手と戸郷投手を比較すると、やはりストレートの使い方、ストレートの精度というところに大きな差が僕あったんじゃないかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対カープの試合解説をやっていこうかなというふうに思っております。はい、まあ今日の試合なんですけども、やはりまあ戸郷投手と大瀬良投手というところで、すごく、まあ、いいピッチャー同士がね、投げるんで、なかなか点が入らないだろうというような予想をされている方多かったと思うんですけども、まあ、結果からしたらですね、5対0というところで、まあ、7回にね、まあ、エラーも、末金選手のエラーもあって、まあ、5点っていうところ入りましたけども、やはり、僕が見る限り、まあ、大瀬良投手って今日、あまり調子良くなかったんじゃないかなっていうふうに思いますし、ストレートの精度というかね、なかなか構えたところに、ストレートが投げられてなかったと、僕は、感じましたし、で、ジャイアンツの打線もですね、大瀬良投手ね、今、まあ、その、防御率が0点台というところで、まあ、対策を、すごくちゃんとしてた。うん。どういう対策か、対策かというと、もう非常に、まあ、早打ちではあったんですけど、今日ね、初球の変化球というところに対して、ほとんどのバッターがスイングをかけれてたと思うので、多分、まあ、ストレート、カットボールであったりとか、スライダーっていうのがね、大瀬良投手、球種の割合として多いので、もうその、曲がり球が来たら、もう代打、もう振っていけみたいな、多分、指示がおそらく出れたんちゃうかなというふうに思うし、まあそこをね、察知してですね、まあ、相澤選手がですね、ちょくちょく配球を変えてた場面もあったんですけども、まあやはり、先ほど言いましたように、大瀬良投手の、まあストレートの精度という、そもそものところがね、あまり今日良くなかったんで、巨人打線はね、最後、捉えることができたんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、じゃあですね、今日の動画の内容としてはですね、まず、得点シーンを振り返っていきます。そして、スタメンを、変更点あったんでね、そこを振り返っていきまして、で、最後僕が気になったところであったりとか、あ、ここを、例えば今日だったら、相澤選手配球を変えてきましたねとか、ここのピッチングは戸郷投手と大城選手ね、非常に、いい気のあった、いい配球でしたねとか、そういったところをね、できるだけ分かりやすく、面白くね、配球チャートも使いながら見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まずですね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。まず僕の胸のあたりにね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、今日はですね、結果から言うとですね、5対0というところで、まあその、戸郷投手の完封勝利、まあ5点というところをね、7回裏にね、取りまして、まあしっかりね、勝てたというところ、非常に良かったと思いますし、中継ぎを使わなかった。っていうところで、負け越さなかったっていうところは非常に良かったと思います。はい。で、大城さんがね、久しぶりにスタメンでね、キャッチャーで出まして、まあ、その、戸郷投手がね、選んだというかね、うん、誰がキャッチャーいいって言われた時に、まあ、大城さんというふうに言ったんで、今日は大城さんだったみたいなんですけども、まあ、非常に、ナイスリードだったなと思うし、まあ、そもそも戸郷投手が調子が良かったっていうのはありますし、ただ、序盤からですね、非常にインサイドのボールというのを多く使いながら、スライダーであったりとか、フォークボールというところを後半にかけて多くね、投げれてたと思うので、なかなか広島打線は対応できてなかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、得点シーンはですね、この7回裏の、まあ、5点のみになっておりまして、ノーアウト1、2塁からモンテスの、センターへのツーベース。で、ノーアウト満塁からこれびっくりしたんですけども、戸郷投手がね、初球を打ちまして、レフト前で、末金選手が後逸をしてしまって、エラーもつきましたと。で、ワンアウト一三塁からヘルナンデスのライト前ヒットもありまして、この回一挙5点というところで、まあ、今日は5対0というところで、ジャイアンツが快勝をしております。はい、じゃあですね、次、スタメンの変更点などを見ていきたいので、ちょっとね、僕の顔のあたりに画像を出しながら見ていきたいと思います。はい。まずですね、ジャイアンツの方から見ていきますと、今日はですね、少しスタメンが変わっておりまして、昨日、レフトに入ってた岡本選手が今日はファースト。で、
昨日ファーストに入ってた大城選手が、キャッチャーに入りますと。で、昨日ね、キャッチャーだった岸田選手は今日は、欠場というかね、出ておりません。で、昨日、モンテス、ショートで8番で出てたんですけども、今日は7番、ショート、モンテス。で、レフトにですね、立岡さんが今日入っておりまして、8番、レフト、立岡さんになってますね。で、カズマ、岡本選手は、ファーストに入ってます、今日はね。で、昨日はグリフィンがピッチャーで、今日は東郷投手というところで、まあ昨日ね、まあ勝てなかったというか、まあ同点だったというところがありまして、まあ東郷投手でなんとかね、勝ってというところで、1勝1敗、1分けに持っていきたいというところですね、ジャイアンツからするとね。で、対するカープですけども、カープも結構変わっておりまして、昨日2番に入ってた野間選手が今日は3番、ライトに入っておりますと。で、昨日、堂林選手がファーストで3番で出てたんですけども、今日は、出ておりませんと。で、その代わりに、坂倉選手が、5番、ファーストで、出場しておりますと。で、末金選手が昨日5番だったんですけども、今日は6番に入っておりまして、で、矢野選手ですね。矢野選手が今日は2番に入っております。ショート2番に入っております。昨日は7番です。で、菊池選手、昨日8番だったんですけども、今日は7番に入っておりまして、で、今日はね、キャッチャー、相澤選手というところ、大瀬良投手の時はね、全部相澤選手が被ってると。で、ピッチャーは床田投手だったんですけども、今日は大瀬良投手というところで、まあ、すごくいいピッチャーがね、続いてるなっていう、広島で言うとね。で、広島からすると、まあ、やはりね、昨日の同点もありましたし、まあ、大瀬良投手ね、非常に、いいピッチャーですから、まあ、勝ってね、勝ち越して終わりたいというところがあるんじゃないかなと、まあ、引き分け挟んで7連勝かなっていうところがあるんで、非常に、まあ、チームの状態はいいというところで、まあ、大瀬良投手も引き続き、続いていきたいというところだったと思います。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここはプロ技でしたね、みたいなところを、できるだけ分かりやすくね、面白く、多分ね、こんなね、多分言ってる YouTuber いないと思うんで、マジでこのチャンネル見てたら、ほんまに野球詳しくなると思うんで、絶対見てください、こっからは。ほんまに、こっから大事やから。OK? はい、じゃあね、行きますよ。今日のポイントはですね、まあ、大瀬良投手の、まあ、ストレートの精度というところと、まあ、巨人打線の狙いというところを意識しながらね、ちょっと見てください。言います。はい、まず、3回表僕いきなり気になったんですよね。はい。で、これ非常にいいプレーだったんですよね、ジャイアンツが。うん。で、ワンアウトからこれ、秋山選手がライト前ヒット出ますと。で、ワンアウト一塁で矢野選手がバッターの時に、まあ、なかなかね、やっぱ戸郷投手、まあ今日のピッチングを見てるで、序盤のね、ピッチングを見てると、多分、新井監督も、あ、これ点取れねえわって、なかなか、大瀬良投手もそうやし、まあなかなかね、均衡した、1-0 とか、2-1 とか、そういうゲームになるだろうなっていうふうにね、思われたと思うんですね。で、そういった時って、大体、まあ、ヒットが続くとかっていうのは考えにくいので、まあ、足を使ってとかっていう攻撃になりがちというか、なるんですよね。うん。で、その時に、ワンアウト一塁で矢野選手がバッターボックスの時に、これね、まあ、秋山選手も足も速いと。で、矢野選手も、まあ、バットに当てたりとかするのも上手いというところで、まあ、エンドランをかけて、行くんですね。ただ、その1球目投げた後、ワンストライク取った後に1球牽制入れたんですよ。そしたら秋山選手がちょっと逆疲れたような形で、ファーストの牽制戻るんですね。で、そういう時って大体、1球ずつサインが変わったりするんですよ。で、その今の牽制を見て、あ、バレたなって思って、エンドランを出してたけども、エンドラン取り消しとか言うこともあるんですけど、これで、ワンストライクという場面でね、牽制入れて逆疲れたんですけど、まだエンドランをかけてきたんですよ。ただ、大城さんがこれね、それを察知して、ワンストライクだから、一球ワンボールになっても、ボールになってもワンワンになるだけだから、じゃあいいかっていうところで、ピッチダウトというかね、ちょっと外してたんですよ。ボール球構えてたんですよね。そしたら、矢野選手がこうエンドランでね、バット振ったんですけど、まあ、外してたんでボールになって、ボールというか、当たらなくて、で、それでこれ、スチールを刺すっていう場面なんですけど、これね、僕、一球前に、牽制入れて逆疲れてたんで、サイン変わるやろと思ったんですね。あ、これ多分、今、エンドランか、スチールかなんかのサイン出てたけど、多分、今の牽制見て、バレたというか、逆疲れてるのバレたから、多分、牽制か、サイン変わったやろなと思ったんですけど、それでサイン変わらずに、そのまま行って、で、結局ピッチダウトされて、まあ、矢野選手もセカンドフライで打ち取られてっていうところがあったんで、まあ、
結構、まあそれ分かった上でも足を使っていかないと点が取れないという、多分ところだったと思うんで、そこをしっかり外せたところもそうだし、しっかりね、その二塁送球できた大城さんというのは非常に素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、これ4回裏もね、これ気になりました。これね、配球がね、非常にこう、変わってきたなっていうところがありまして。で、この回ね、ワンアウトからヘルナンデスがライト前ヒット。で、岡本選手が、レフト線のツーベース。で、ワンアウト2、3塁から大城さんがセカンドゴロで、ランナー動けずっていうところだったんですね。で、ここで2アウト2、3塁で坂本さん回ってくるんですよね。で、これ、まあ結果から言うと、まあレフトフライ。まあ末金選手がフェンスでジャンプして、ジャンプ1番でめちゃくちゃいいプレーしたっていうところなんですけど、これ実は、明らかに坂本さんの時だけ配球変わってるんですよ。じゃあちょっとこれね、チャートで見ていきたいと思うんですけど、先ほど言ったように、まあ大瀬良投手、めちゃくちゃカットボールとかスライダー多いんですね。スライダーとかめっちゃ多いんですね。初球くらいでもめっちゃ投げてくるんですね。で、それ、坂本選手、分かってるんですね。うん。で、多分今日チーム全体で、初球とか早いカウント追い込まれるまでのカットボールであったりとか、スライダー、曲がり球っていうのを、もう振っていきなさいというか、狙っていきなさいっていう多分指示絶対出てたんですね。うん。で、その上で、この配球ちょっと見てほしいんですけど、ストレート行ってファール。で、ストレート行ってファール。で、これで2球で追い込まれるんですね。で、もう1球ストレート行ってボール。で、ツーボールワン、ワンボールツーストライク。で、ここでカットボールいくんですね、初めて。で、それで、それがボールになるんですね。で、ツーツー。で、もう一丁ストレートいって、ファール。で、もうそろそろ、カットボール、スライダー来るだろうって思ってるところを、もう一丁ストレートいったんですね。で、それが、アウトコースに構えてたんですけど、ちょっと真ん中入ったんですね。うん。真ん中に入って、これ、坂本さんが打って、まあ、レフトフライで打ち取られるって場面なんですけど、これ、今までの、これ4回裏ですけど、ここまでの配球見ると、ここまでの配球すべて見ると、全然違う配球になってるんですね。このピンチの時に、まあ、坂本選手は、まあ、今まで対戦もたくさんあるし、まあ、巨人打線が結構曲がり球とかっていうのを狙ってきてるっていうのを分かってるんで、これあえてね、ここストレートをめっちゃ投げさせて、意識させて、で、最後スライダーやろうと思わしといて、まだストレートいったっていう配球なんですけど、まあ、これね、結局打ち取られましたけども、坂本さんからしたら打ち取られましたけども、これ結局最後のストレートも精度が悪いんですよね。うん。結果打ち取ってるんだけど、フェンスのギリギリまで飛ばされてるし、アウトコース構えたやつが、真ん中に入ってきてるんで、今日の大瀬良投手はストレートが多分自信なかったというか、精度悪かったんですよね。だから、そういった意味でもカットボールでちょっとこう、まあ、ごまかしてるじゃないけど、そういったところあったと思うんですけど、そこはね、まあ、配球と言ったところもそうだし、まあ、なんとかこれ坂本さん打ち取れたなっていうところだったと僕は感じました。はい。でですね、次行きましょうか。次、これもね、いい守備があったところなんですけど、これ5回もってね、ワンアウトから相澤選手がレフト前ヒットで出るんですよ。で、ワンアウト1塁で大瀬良選手バントするんですけど、これ戸郷投手がめちゃくちゃいいフィールディングで、これゲッツー取るんですね。こういうのがめちゃくちゃでかいんですよ。うん。で普段から、まあ、ピッチャー陣って、フィールディングの練習したりとか、まあ、いろいろしてますと、バントの練習、バッティングの練習もしてますと、投げるだけではないんですよね。で、トコのフィーリングを見てましたけども、非常に素早いし、正確な送球もできてるしっていうところで、しっかりね、やっぱり練習もやってるなっていうところはありましたし、まあ、大瀬良投手からしたら絶対送って、1番にっていうところはあったんですけど、ここはね、ちょっとね、もったいなかったなっていうふうに思いました。でですね、次ですね、これ、5回裏の場面なんですけども、ここもね、ちょっとね、また、大瀬良投手のストレートの精度というところに注目して聞いてほしいんですけど、ここもワンアウトから立岡さんフォアボール出すんですね。で、ワンアウト一塁から、さっき大瀬良選手バントね、同じ場面でゲッツー なりましたけど、ここ東郷投手が、バントしっかり決める。ここでかかったですよね、マジで。で、ツーアウト二塁で丸さん、という場面で、まあこれ結果ね、レフトフライという場面になるんですけど、ちょっと配球ちゃんと見ていきましょう。これもね、ストレートの精度悪いんですよ、はっきり言って。どういうことかっていうと、カットボールで1球目ボールなんですね。で、2球目のストレート、相澤選手ね、インサイドに結構厳しいボールを構えてたんですよ。インサイドに構えてたんですけど、これチャート見てもらうと分かる通り、これ外に抜けてるんですよね。で、外に抜けて、まあ結果ね、レフトフライに打ち取られるんですけど、
まあ、その帰っていくときにね、ベンチにこうアウトになって帰っていくときに、大瀬良投手が、ああ、投げきれてないな、みたいな感じで、首かしげながら、これ帰っていくんですよ、ベンチに。で、先ほどの坂本さんのレフトフライの時のまっすぐもそうでしたけども、やっぱり、なかなかしっかり投げられてない。そのキャッチャーの構えているところに投げられてなくて、全部真ん中というか、逆球になってるっていうのがあるんで、そういったところも相澤選手ね、分かったりとか、まあ、大瀬良投手も分かってるんで、だったらストレート怖いから変化球で今日は行こうか、みたいな感じになるんで、で、今日先ほど言ったように、大瀬良投手の、はじめの曲がり球とかカットボールとかを狙っていけっていう指示が絶対ジャイアンツでは出てたんで、今日確実に出てたんで、だからそういったところで、これでね、もしストレートの精度がめちゃくちゃ良かったとしたら、あ、例えばね、広島バッテリーからすると、あ、これめっちゃ変化球狙ってきてるから、今日はストレート主体で行こうかっていうところでいけるんですけど、そうやって行きたいにもかかわらず、ストレートの精度があまりにもこう悪かったんで、ストレートで、行きたいんだけども、ストレートで真ん中入って打たれるのも怖いから、じゃあ今日はカットボールとかスライダーで行こうかっていうところ。で、巨人の狙いががっちりあって、今日は巨人が、勝ったという試合になったんじゃないかなって僕思うんですね。はい、でですね、6回裏見ていきましょうか。これ6回裏もね、ちょっとね、まあ仕方ないというか、まあやらかしたというか、まあ、っていう場面なんですけど、まあ、その、先頭ね、吉川選手がセンターマイト出ますと。で、ノーアウト1塁でヘルナンデスがね、初球のカットボールって、まあ、6-4-3、ダブルプレー取られますと。で、これも、まあ、先ほど言ったように、ストレートの精度悪いですよと。大瀬良投手のね、なかなか投げ切れてないというところがあって、で、カットボールだったら、バットの芯をね、外したりとかするし、ゴロも打たせやすい球種なんで、まあ、初球カットボール行って、で、巨人打線はね、カットボールを狙ってきてますから、ずっと狙ってますから、で、それで、打ちに行くんだけども、まあ、6-4-3 のダブルプレイというところで、まあ、これは、狙い球は合ってるんだけども、打ち損じてゲッツーになってしまったっていう場面ですよね。で、これで2アウトランナーなしで、岡本選手のライトフライも、ストレートだったんですけど、これ真ん中に来てるんですよ、これも。うん。アウトコースに変わってるんですけど、真ん中に入ってきてるんですよね。だから、これ結構危ないんですよね。これで、まあ、岡本選手ね、打ち損じてライトフライになってますけども、これね、ワンチャンホームランになってた可能性もあると思うんですね、僕からしたらね。で、ここですよね。7回表見ていきましょうか。ここで流れが変わったと思います、僕ね。で、ワンアウトから坂倉選手、これセンター前ヒット打つんですよ。で、ワンアウト1塁で末金選手。まあ、末金選手ってやっぱり巨人の時にね、すごく打ったりするし、まあ、その、巨人からしたら印象悪いわけですよ。ちょっと相性悪いなって感じはあって、そのバッターを空振り三振取って、三振ゲッツ取ったんですね。ここがマジででかかったんですね。うん。で、こういう三振ゲッツーとか、まあ普通のダブルプレーとか、まあランナー飛び出して、ライナーで飛び出してゲッツーになるとか、大体そういった時って流れ変わりやすいんですね。で、ここで7回裏、これ巨人が5点取る回ですけども、これも先頭大城さんがレフト前ヒットで出て、で、ノーアウト1塁で坂本さんこれライト前ヒットなんですけど、これもカットボール初球来たんですけど、カットボールのクソボール来たんですよ。めちゃくちゃボール来たんですけど、それを坂本さん振ったんですね。うん。だから、あ、相澤選手からしたら、あ、やっぱり初球とか早いカウントのカットボール、スライダー系狙ってきてるわって感じて、で、次、それを見越したんで、ストレート行ったんですよ。ただそれをストレートを坂本さんがヒット打つんですよね、ライト前ヒット。うん。で、ノーアウト1、2塁でモンテス。で、これね、まあ、センターへの2塁打打ったわけですけども、これも結局、まあ、同じ右バッターで、チームとしてね、まあ、すごく曲がり球を初球から振ってきてるっていうのがあるんで、じゃあ、対角というか、対になるボール投げてやろうというところで、詰まらしてゲッツー取ってやろうというところで、1球目シュート行くんですよ。ただ、それが、もうちょい高めに行ってたら、多分、ゲッツーになってるんですよ。ただ、モンテスのスイング見てもらうと、結構、なんて言うんだろう、ラインに合わせていくというか、まあ、ちょっと、こう、なんて言うんだろう、うん、まあ、下から振るじゃないけども、まあ、いわゆる、まあ、低めが強いような、スイングなんですね。どっちかっていうと。で、そのシュートが、インハイとか、インコース、まあ、真ん中から高めぐらいに行ってたら、多分、ぐしゃって詰まって、ショートゴロゲッツーだと思うんですけど、これ、初球のボールがね、インサイド低めぐらいに行ったんですよ。で、その、モンテスのスイングアークというか、そのスイングの軌道とバッチリ合って、それでね、センターに打つというところで、まあ、ちょっとこれはね、高さの問題だったな、っていうふうに思います。大瀬良投手ね。うん。で、ノーアウト2、3塁で、縦横さん敬遠して、で、ノーアウト満塁で、戸郷が、まあ、レフト前ヒット、まあ、初球のカットボールをレフト前ヒット打つわけですけども、まあ、これも、
まあ、解説のこれ中畑さんかな、中畑さんか山本浩二さんか、どっちか忘れましたけども、まあ、これ三振でいいよみたいな感じで言ってたんですよ。うん、僕もまあ、変にバット当ててなんかこうゲッツーやるぐらいだったらまあ三振の方がいいかなと思ってたんですけど、でここで初球のカットボールを打ちに行ってこれレフト前ヒット打つんですけど、まあこれがね、末金選手が攻撃をして、まあ結局これが2点も入るっていうところだったんですけど、まあこれはね非常に、痛かったと思うし、まあヒットもそうやし、まあこのエラーっていうところですよね、まあ防げるエラーだったと思うし、うん、まあバウンドが変わったりとか、まあ何かあったのかもしれないけども、やはりそこはねやっぱ後ろには反らしてはいけないと思うし、外野手はね、うん、まあそこはね末金選手もねもう分かってることなんですけど、まあジャイアンツからするとやっぱりね、後ろに反らしてくれたことで点がね、たくさん入ったっていうのは非常に大きかったと思います。はい。でですね、まあ、その後もね、ヘルナンデスのヒットであったりとかっていうのがありまして、まあ、この回5点取りまして、で、8回、9回も、まあ、危なげなくね、東郷投手が抑えまして、まあ、今日勝ったという場面でございます。勝ったという試合でございます。はい。てな感じでね、今日はですね、やはり大瀬良投手、まあ、すごくいいピッチャー、めちゃくちゃいいピッチャーですけども、やはり今日は、ストレートの精度というかね、なかなかこう、相澤選手にね、構えたところに投げ切れてなかったと思うし、その投げ切れてないがゆえにね、カットボールに頼らざるを得ないところで、まあその巨人打線のまあその狙いと合致してね、巨人がまあ結局点を取って、まあ、勝てたというところ、うん。対する戸郷投手はですね、まあ、やはり序盤からですねストレートでバンバン攻めてって、まあインサイドもね、左バッターがめちゃくちゃ揃ってる打線に対してめちゃくちゃ投げてましたし。で、特にね、戸郷投手のやられてるパターンとしては、結構、まあ、戸郷投手いいボールというか、ストレートとかも強いんですけど、結構こねくり回すというか、変化球を結構こう投げて投げて、なんかこう、なんも投げるボールがなくなって、最後、なんかこう、打たれるみたいなやられ方ってめっちゃあるんですよ。で、ノーヒットノーランの、時のピッチングとかってね、阪神戦でやられましたけども、あの時なんかもうストレートでバーッと押して、まあ、その、フォークみたいな感じでやってたと思うんで、まあ、球種が少ないだけに、やはり、まあ、ストレートでね、毎回走ってたらいいんですけども、やはり体力的なところもあるし、コンディション的なところもあるんで、毎回はそのピッチングというか、そのストレートの出力が出せないかもしれないんですけど、やはり戸郷投手のバロメーターっていうのは、やはりまっすぐの強さがある時っていうのは、大体いいピッチングできてると思うんで、そこで、まあ、コンディションを見ながらだと思うんですけども、やはり、今日のようなピッチングとかね、ノーヒットノーランした時のようなピッチング、ストレートの出力、精度があれば、ある程度やっぱり、抑えてくれるなっていうところがあるんで、うん、そういったところで、まあキャッチャーもそういったところは分かってると思うんですけど、できるだけね、コンディションを保ちながらストレートの出力を、まあシーズン後半でもね、維持しながらできれば、僕は何かタイトルを取れるんじゃないかなと思うし、まだまだね、ここから勝っていってくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。